日常演技の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクションのチョコ菓子をいろいろ買ってきましたので食べたいと思います。前もちょっとこういう小袋とかのチョコ菓子いっぱい買ってきました。今回は大袋中心に買ってきています。まずこちらチョコシュー、ちょっとサクサクとろけるシミウマチョココーン。これ前にミニサイズは食べたことあるんですけど、こういう袋サイズもあるんですね。でチョコレートアソート8種類の美味しさ、逆順番逆ですよ。フランチチョコレートのアソート、2種類のカカオをブレンドしたチョコフレーク。これ前にいろいろ出てましたけど、販売休止したっていうニュースが流れましたが、こういう プライベートブランドでは未だに販売されているのでしょうか。まあこれがあるのでちょっとこのままだと食べにくいので、それではチャンネル登録よろしくお願いします。はい、こちらはお皿に移し替えました。でチミコチョココーンも一緒に入ってますけど、これは当然両方まとめてこうしようと思ったからです。前にミニサイズを食べた時にこうしたら美味しいんじゃないのかなって思ったんですよね。なので早速これからいただきます。このザクザクと染み込んだミルク、やっぱり相性良かった。チョコフレークももっと食べたくなるような味だ。はい、コーンスナックの次はこちらアソートチョコレート。ちょっと袋開けて出してみたんです。ちょっといろいろありますね。でこちらがチョコシューです。小さいながらも結構存在感がありますね。ではチョコシューからいただきます。ただでさえいろいろあるから一つに絞るの難しいけど、やっぱり甘酸っぱいこれが一番かな。最初に食べたこのチョコフレークはやっぱりコーンフレークなので、ザクザクとした食感が本当に心地よかったです。音が心地よい、そんな気持ちになりましたね。またシリアでも食べてみようかなって。でこちらのシミチョココーンもやっぱり牛乳と相性良かったですね。いい感じに牛乳が染み込んで美味しかったですが、この前食べたミニとはちょっと違いましたね。なんかミニの方がもうちょっとチョコレートがしっかりかかっていて、その分小さい、そんな感じかも。量を食べたい方はこちら、しっかりとしたチョコレートを感じたい方はミニの方がおすすめですね。はい、では続きましてこちらのチョコたっぷりチョコシューは、生クリーム状のチョコレートが口の中に入れた瞬間にサクッと程よいシューカー生地とともに広がってきて美味しかったです。いわゆる大きめの カスタードクリームのシュークリームとはまた違った美味しさがありましたね。でこちらにはこちらのハッシュの美味しさチョコレートアスト、まあ、これはいろいろ入っているので一概にこれがこうとは言えない部分。まずこの小さい4種類はこれは見た目通りイチゴで甘酸っぱくてふわっと口の中に広がってきました。あとまあそのシンプルだったりちょっとミルク感が強かった。でバニラクランチでザクザクっとしたあん後に心地よいバニラの香りがします。でこのデリッシュチョコと書かれていました。これはなんかサクサクパンダの時もいたんですけど、あのブルボンのアルフォートを大きくしたようなそんな感じのチョコレートでした。裏側のビスケットもサクッで、このウェハースチョコはまんまキットカットですよね。もう見た目からしてもう味も完全にキットカットでしたね。でこのアソートの中だと自分はこのバニラクランチが一番おすすめです。でザクザク食感のクランチチョコレート、こちらはこのクランチチョコレート、こちらのチョコレートはクランチがまずストロベリークランチ、これ見た目が分かります、見た目からお察しだと思いますが、が甘酸っぱくてザクザクして美味しかったですね。こっちのミルククランチチョコはちょっと中のクッキー部分もチョコレートなので、なんかチョコレートにチョコレートが重ねてちょっとくどいかなっていう気がしましたね。中は普通にバタークッキーでも良かったかもしれません。で今回食べた中だとこのクランチチョコレートのストロベリーが甘酸っぱさがしっか
かり引き出されていて一番美味しかったので、これを代表としてこちらのペーストとさせていただきます。いろいろ楽しめるのはいいけど、そういうのありすぎるのも考えものなのかな。はい、それでは。雷にロケット撃つの阻むから。雷に邪魔されてるんでしょうね。はい、打ち上げられるといいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。